皆さんこんばんは、 MK です。ポケットモンスターソードパート8やっていきましょう。前回の続きからですね、エンジンシティを抜けたのでガラル鉱山に向かいたいと思います。待って、何か光っていますよ。MK はディフェンダーを2個見つけた。ディフェンダーは戦闘中に使うと防御力を上げれるアイテムですね。あなたはどうしたんですか？お出かけポケモンセンターを勝手にしている姉です。ガラル鉱山は厳しいでしょう。ポケモンを元気にしますね。ありがとうございます。だけどポケモンセンターって勝手にやってもいいんでしょうか？営業許可とか必要だと思うんですが。ここがガラル鉱山か。お、結構綺麗な鉱山がありましたね。そしてコロモリとモグリュウがいました。まずはコロモリ捕まえていきましょう。はい、野生のコロモリが現れた。レベルはどれくらいかな。私は今20ぐらいなんですが、相手は14。水鉄砲でやられないとは思うんですが、ジメレオンの水鉄砲、これでどれくらい食らいますか。結構食らったな。コロモリのメロメロ攻撃、これは食らってしまいましたね。相手がメスなので、コロモリにメロメロになってしまいました。だけどボールを投げる分には関係ないでしょう。いきますよ。これで捕まえてしまえばメロメロも何も関係ないんですが、はい、1回2回お願いだって、3回揺れて OK。 なんとかコロモリ捕まえました。コロモリもモグリュウもブラックホワイトから登場したポケモンですね。はい、経験値をもらって誰もレベルは上がらない。まあまあそれはいいんですが、はい、図鑑説明読んでいきましょう。洞窟を見上げて壁にハート型の跡があればコロモリが住んでいる証拠。壁にハート型の印をつけるんですね、コロモリは。よし、そしたら次はモグリュウ捕まえていきましょう。逃げないで、危ねえ。逃げる直前でした。はい、野生のモグリュウが現れた。こいつデザインいいですよね。なんか掘るモグラみたいなデザインをしているんですが、こいつは地面タイプなので水鉄砲を撃ってしまうと多分やられちゃうので、ここは畑で行きたいと思います。相手はメスか。まあモグリはオスでもメスでもどっちでもいいですね。はい、爪研ぎをしました。爪研ぎは攻撃力と命中率を同時に上げるというかなり珍しい技なんですが、よーし、じゃあ畑で行きましょう。はい、ジメレオンの畑、やられないよね、さすがに。急所はやめて、危ねー。モグリはまたまた爪研ぎをしています。あんまり爪研いでも意味ないと思いますけどね。めちゃくちゃでかい爪を持っているので自慢したいんでしょうか。よし、そしたらモンスターボール投げていきましょう。さすがに捕まるでしょ、これは。もう赤直前、もうやられる直前なんで多分いけると思いますが、カチッと OK、 なんとか捕まりました。結構ね、モンスターボールでも捕まるんですよ、ポケモンって。まあまだ序盤なんであれなんですけど、多分ねレベル50ぐらいまでだったらモンスターボールでも余裕で捕まると思います。そしたらポケモン、おっと待てよ、ココガラ進化ですよ。親ココガラの様子が、待って、かっこよく育ってほしい。こいつはかっこよくなると私は確信しているんですが、かっけえ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。おめでとう、ココガラは青ガラスに進化した。青ガラス、なんか名前は普通だな。はい、青ガラス、あ、先にこっちですね、ポケモン図鑑に登録されます。足で小石を掴んで投げたり、ロープを敵に巻きつけるなど道具を扱う知恵を持つ。なるほど、結構頭がいいポケモンなんですね。まあカラスだからね。モグリュウは両手の爪を重ね合わせ体を高速回転させると獲物めがけて突っ込むのだ。確かにアニメでもそういう描写ありましたよね。あのブラックホワイト、まあベストウィッシュか、ベストウィッシュのアイリスがあのドリューズ、このモグリュウの進化系を持っていたんですが、これは取れないのか。なんか綺麗な鉱石があるんですけど、MK は星のかけらを見つけた。本命はそっちではなかったんですが、びっくりした。ドッコラーですね。ドッコラーもブラックホワイトからのポケモンですよ。こいつも捕まえていきましょう。ポケモン捕まえてばっかりだな、 MK さん。でもそれが楽しいんですよ。はい、ジメレオンの水鉄砲、どれぐらい食らう。結構だーっと、と危ねー、めちゃくちゃ危ない。はい、ドッコラの岩落とし、まあこれはそんなに食らわないでしょう。よーし、じゃあここもモンスターボール投げていきます。多分捕まると思いますよ。はい、ここ投げて、1回2回お願い捕まって、3回揺れて、カチッと OK。 結構高ペースで捕まっていますね。やった、ドッコラを捕まえたぞ。ちょっとポケモン捕まえすぎ、こんなに捕まえる必要ないですかね。じゃあ図鑑説明読んでいきましょう。建築の手伝いが好き。雨で工事が休みの日は角材を振り回し暴れる。そんなに工事したいの、ドッコラーさんは。もう工事に命をかけているみたいですが、こっち側はいけないか。タンドンとかは一旦無視していきたいと思います。線路がすごいな。お、トレーナーがいましたよ。こいつは戦いたい。その前に元気のかけら拾いました。これはでかいですね。仕事のパートナーとは勝負でも息ぴったりだぞ。こいつなんかドッコラー使ってきそうだな。作業員の文明が勝負を仕掛けてきた。何を出すんですか、ダンゴロ。
ダンゴロと一緒に仕事をしているんですか？その辺の岩と間違えちゃいそうなんですが、ダンゴロは岩タイプなので、ここは水鉄砲を撃っていきましょう。っていうか水鉄砲じゃなくて水の波動でもよかったな。でもさすがにやられると思います。 OK。 ダンゴロはね、特性が2つあって、片方が頑丈なので、ちょっと今危ねえかなと思ったんですけど、なんとか倒せましたね。頑丈の特性のポケモンは1回じゃやられないんですよ。パートナーとの息が合わなかったか。お、1400円かなりもらえました。ありがとうございます。待って、どっちが正解？奥に進むのが正解なのか、左に進むのが正解なのか、いまいち分かっていないんですが、とりあえず左に進んでみましょうか。なんかこっち違うっぽくない？合ってる？待って、道ありすぎじゃない？とりあえずこっちに行って、そこのモンスターボール拾っていきましょう。スーパーボールか。まあ、スーパーボールは MK さん全く使わないので意味がないんですが、あれ？なんか出ちゃったよ。こっち側違うっぽくない？お、でも技マシンがありました。技マシン54、ロックブラストを見つけた。ロックブラストは岩タイプの技ですね。硬い岩石を相手に発射して攻撃する。2回から5回の間で連続を出す。まあこれも結構強い技マシンなんですが、今は必要ないでしょう。よーし、そしたら元の通路まで戻っていきましょう。こっち側ですよね。そしたら奥に進んで、あ、また人がいましたよ。女の子だ。女の作業員ですね。いい仕事をするためにトレーニングは欠かせません。結構ガタイがいい方でした。作業員の安江が勝負を仕掛けてきた。でも結構この子も美人ですね。作業員の安江はどっこらを繰り出した。なんかやっぱりこの辺で捕まるポケモンが、この辺で捕まるポケモンをトレーナーも使ってくるんですよ。なので前回のスクールボーイか、スクールボーイが作ってきた、なんだったっけ、安出だったっけ、炎タイプっぽい虫みたいなポケモン、あいつもどっかで捕まえたいな。多分近くの草むらにいたんだと思いますが、ドッコラーはまた水の波動で倒していきますよ。なんかちょっと私レベル上げすぎたかな。はい、水の波動で撃っていきましょう。他のポケモンも育てておきたいところではあるんですが、まあ今のところね、やっぱりジメローンが強いので、このまま使っていきたいと思います。レドウムシとか、あと青ガラス、この辺もレベルが上がってるので、全然使える範囲ではあるんですけど、待って、多くない？そんなにドッコラー連れてる？はい、ドッコラー3体目、こいつも水の波動を打っていきましょう。まあ何か体力減っちゃったり、PP なくなっちゃったりしたら、戻れば出張ポケモンセンターがあるんで、あそこに行けばなんとかなると思いますが、はい、また経験値をもらいました。青ガラスももう一段階ぐらい進化しそうですよね。あなたたちにとっていいトレーニングになったわね。そうですね。いや、負けてもそれはトレーニングですから。そしたら奥に進んでいきましょう。こっち側が正規ルートじゃないんかい。技マシン26、怖い顔を見つけた。怖い顔は、相手の素早さですよね。恐ろしい顔で睨み怯えさせて、相手の素早さをガクッと下げる。そうか、ガクッと下げる仕様になったのか。2段階下がるんですよね、ガクッとは。ポケモンの、おー、びっくりした。ポケモンの能力はマックスで6段階下がるので、それも皆さん覚えておいてください。働くお姉さんはポケモンも強いんだから。さっきと同じような人が勝負を仕掛けてきましたが、作業員のつる子が勝負を仕掛けてきた。相手はディグダ。おっと、ディグダ出るの？この辺でディグダ持ってないんですけど、欲しいな。ディグダは地面タイプですね。こいつも水の波動で倒せるでしょう。なんかこの辺はジメレオンがマジで強いな。地面とか岩タイプばっかり出てくるんですが、はい、ディグダ倒しました。相手2体持ってた感じですか今。はい、ディグダとりあえず1体倒しましたが、モグリュウか。はい、じゃあこれは入れ替えません。モグリュウは進化すると鋼タイプがつくんですよね。地面鋼タイプになるんですけど、確かモグリュウの段階だったら地面単タイプだったと思います。ドリューズに進化したら地面鋼だったかな。はい、水の波動で倒しました。結構戦闘スムーズでちゃちゃっといけていいですね。はい、経験値をもらってレドウムシレベルアップ。レドウムシのレベル次どれぐらいで進化するんでしょう。あなたのポケモンをスカウトしたくなっちゃった。ダメですよ、私のポケモンは私しか使ってはいけませんが、待って、これはなんか下にも行けそうだけど、モグリュウとコロモリと、なんかあんまりいないねポケモン。そしたら、待って、待ってよ、その先のモンスターボールが欲しかったんですが、キョロキョロ道具を探すわし、あらあら見つけたトレーナーさん。ちょっと真隣に道具があるんですけど、それは見えていないんでしょうか。作業員の正隆が勝負を仕掛けてきた。はい、作業員の正隆はタンドンを繰り出した。あ、こいつは前回いましたね。タンドン、前回捕まえたので今回特に捕まえる必要はないと思います。そしたらここも水の波動を打っていきましょう。なんか申し訳なくなってくるな。今回はマジでジメレオンが強い。はい、効果は抜群だ。タンドンを倒しました。1体だけっぽかったよね。はい、ここで経験値をもらって誰も上がんないか。
はい、作業員のマスタカとの勝負に勝った。ピンチの時道具をうまく使えばよかったな。まあ使うタイミングはありませんでしたけどね今、そしたらここの道具拾っていきましょう。なんだ MK は厚底ブーツを見つけた。何これ、足場に仕掛けられた罠などの影響を受けなくなる。これは履けばいいんですか。バッグで厚底ブーツどの辺、こっちじゃないね、道具か。厚底ブーツ、あ、これポケモンに持たせる道具なんだ。罠の影響を受けなくなるってことは多分ステルスロックとかまきびしとかそういうこう展開する技系のダメージを受けなくなるんでしょうね。こっち側には何もありません。はい、 MK はいい傷薬を2個見つけた。おっと待てよ、こないだ見かけたナルシストがいますね。こんにちは、ここで何をしているんですか。ここに来るのですか。アドバイスをしてあげますけどやめておいた方がいいよ。願い星を持つトレーナーは僕が痛めつけるからね。どういうこと。え、でも行くしかないよね。ここは勝負を挑んでいきましょう。え、戦うのかな。ここでこんにちは。結構嫌な感じの顔をしていますが、あなたチャンピオンに推薦されたジムチャレンジャーでしたよね。くだらないですよ。いいかい、チャンピオンよりもリーグ委員長が偉いですよね。つまり委員長に選ばれた僕の方がすごいのですよ。うん、どっちもどっちだと思いますけど。ではかわいそうなあなたに僕の強さを教えてあげますね。待てよ、こいつ強いかな。お、 BGM がいい感じ。ポケモントレーナーのビートが勝負を仕掛けてきた。ビート、こんにちは、仲良くしましょうよ。ポケモントレーナーのビートはユニランを繰り出した。ユニランはブラックホワイトから出てきたエスパータイプのポケモンですよ。こいつもまあ水の波動で、待って、レベル低くない？私がレベル高すぎるんでしょうか。うん、ワイルドエリアに居すぎたかな。はい、ここでユニラン一発。ちょっと委員長の推薦が聞いて呆れますよ。よろしくお願いします。あなたのポケモンにも見せ場ぐらいあげないとね。お、強がっていますよ。経験値をもらって誰もレベルは上がらない。ゴチムを繰り出そうとしてる。あ、これは入れ替えなくていいですね。ゴチムもブラックホワイトから出てきたエスパー単タイプのポケモンです。ゴチム、ゴチミル、ゴチルゼルと進化するんですが、水の波動でどれぐらい食らうんでしょうか。んー、あれ、倒せると思ったんだけど倒せませんでした。相手の攻撃はサイケ光線、ジメレオンさん余裕で耐える。まあまあまあ、これはそんなに食らわないですよね。そしたらもう一回だけ撃っていきましょう。水鉄砲でもいいか。水鉄砲でもここは倒せますよね。 PP がもったいないのでこれでいきましょう。 OK、 ゴチムを倒しました。待って、こいつはエスパー使いなのか。はい、経験値をもらって誰もレベルは上がらない。ミブリム、え、なんだそいつ、初めて聞いたポケモンなんですけど。おやおや、僕としたことが。まあさっさと終わらせてくださいよ。ビートはミブリムを繰り出した。なんだこいつは、見たことのないポケモンが出てきました。水の波動でいいかな、初めて見たね。まあこれはガラル地方から出てきたポケモンなんですが、結構食らう。あー、まあまあまあ、こんなもんか。相手のミブリムの念力、いや、それは余裕っしょ。はい、念力は余裕で耐える。ジメレオンってこれ進化したらタイプ多刺さったりするんでしょうか。結構あのね、歴代の御三家とかって、あのリザードンもそうですけど、飛行タイプが加わるんですよ、最終進化になったら。で、あ、ばばば、とりあえずミブリム倒しましたね。そんなことを語っている暇はありません。非面化はレベル16に上がった。結構みんな上がったね。臨床はいらないかな。これはダブルバトルとかじゃないと意味がないので、ワンパチとクスネもレベルが上がりました。なるほど、いいんじゃないですか。こちらも本気ではありませんし、強がってるな。まあ1920円ありがとうございます。おっと、クスネ進化しますよ。うわ、待って、これ可愛い系がいいな。おや、クスネの様子が、お願いお願い、可愛い系に進化してほしいと願って私はメスを捕まえたんですけど。うん、お、かっこいい系だ。あー、でも微妙だな。うん、ちょっとかっこいいね。おめでとう、クスネはフォクスライに進化した。可愛い系かと思ったんだけどな。フォクスライ図鑑読んでいきましょう。狙った獲物はこっそりマーキング、匂いをたどって油断したところを盗みに来るぞ。結構なんか頭を使うポケモンなんですね。泥棒を覚えたい。じゃあこれは忘れさせましょう。泥棒は何の代わりにしようかな。尻尾を振る、いらないですね。泥棒があれば野生のポケモンから道具を奪うこともできるので、まあこれは結構使えると思いますが、なんかこれ最終進化っぽくない？もう一回進化はしなそうだな。へえ、驚いた。少しはやるようですね。ですがあなたの戦い方はきちんと記憶しておきますから、本戦では僕が勝ちますよ。それでは失礼しますよ。ここで集められる願い星は全て手に入れましたからね。なんだこいつは、願い星を集めているんでしょうか。まあいっか、とりあえず進んでいきましょう。おっと、何か光っている。ここにも何かありますよ、星の砂。願い星と星の砂はまた別のものなのでしょうか。そしたらガラル鉱山抜けていきましょう。お、
次の4番道路を抜ければ一番最初のターフタウンに行けますね。え、また人がいました。この人もポケモンセンター、お出かけポケモンセンターを勝手にしている妹です。あなたが妹ね。さっきの入り口がお姉ちゃんね。ここまでお疲れ様、ポケモンを元気にします。ありがとうございます。さっきのビート戦で結構やられちゃったんでね、ガラル鉱山を抜けると4番道路ターフタウンまであとちょっとよ、ジムチャレンジャー。よーし、じゃあ行きましょう。4番道路には誰がいるんでしょうか。うん、こういうキャンプは無視しちゃっていいと思いますよ。何か光ってる、力の粉を見つけました。これはね、とても苦いんだけど HP がめっちゃ回復するんですよ。で、苦いと何が起こるかっていうと、ポケモンの懐き度が下がるんですよね。そしたら木の実が取れる木、これ揺らしましょう。私は学んでいるんで、3回ぐらい揺らしたらダメなんですよ。モモンが2個、クラボが1個。まだいける、まだいける、もうちょっと揺らせる。はい、もう1回揺らして、モモンが1個、オレンが1個。まあもう1回いけるんだよこれ。もう1回いけるでしょ。いけないんかい。もうで星ガリスですよね。倒しましょう。はい、倒しました。これでどれぐらい木の実が取られたんでしょうか。あんまり取らないでください。周りのポケモンたちがモモンの実を全部持ち去ってしまった。まあまあまあ、モモンの実持ち去ったとしても、まあ2個か、2個は拾えましたね。そしたらこの辺のトレーナーも戦っていきましょう。あなたはポケモンを鍛えるためキャンプで特訓、仕上げは君との勝負。これなんだろう、今まで出会ったことがないんですけど、ブリーダーかな。ポケモンブリーダーのイクトが勝負を仕掛けてきた。やっぱりブリーダーでしたね。ヒールボールを持っているみたいですが、イクトはニャース、おっとなんだ、ニャースの姿が違うぞ。ニャースって今まで普通のニャースとアローラニャースがいたんですけど、こいつはガラルニャースか。なんか結構イメージ違いますね。よーし、じゃあ戦っていきましょう。水の波動、ガラルニャース私も欲しい。猫魂かい。猫魂を食らうとひるんじゃうので、これはもう一回攻撃していきますよ。ジメレオンの水の波動を倒せるか。ガラルニャースもいるんだ。アローラニャースがいたので、今回ニャースはあのリージョン、この何々の姿っていうのはリージョンフォームっていうんですけど、リージョンフォームは今回ないかなと思ったんですけど、ありますね。じゃあライチュウとかももしかしたらガラルがいるかもしれませんね。バタフリーも水の波動で倒していきましょう。バタフリーいいな、私も欲しい。バタフリーはガラルの姿とかはなさそうですね。糸を吐く。これは素早さが下がってしまうんですけど、逆転しちゃうかな。これでね、あのジメレオンの、ガクッと下がったので、多分バタフリーの方が先制だと思いますが、傷薬。傷薬でどれぐらい回復します？あんまり回復しなかったら、いけるね。これだったら水の波動で倒せると思います。はい、水の波動でバタフリー倒していき、おっと倒せない。なんだそれは。そしたらもう一度水の波動を使いましょう。おっとまずいぞ、超音波は混乱しちゃうよ。ジメレオンお願いしますよ、ここは私との絆で混乱はやめてください。ジメレオンは混乱した、やばいぞやばいぞ、混乱せずに撃ってくださいね。オッケー、ジメレオンさんさすが、私とのねやっぱ絆があるんで、ここは混乱しませんよ。でバタフリー倒しました。これで終わりかな。なんかブリーダーってたくさんポケモンを持っているイメージがですよね。種棒か、これはちょっと不利なので変えていきましょう。レドームシですね。レドームシは虫の抵抗を覚えているので、これで効果は抜群取れると思います。種棒は草タイプ単体なので虫は効果抜群ですよ。はい、相手は種棒を繰り出した。相手何匹、3匹か。じゃあ虫の抵抗を打っていきましょう。なんか序盤の種棒は我慢しか覚えていないイメージもあるんですけど、 OK、 レドームシ強いね。レドームシ結構いいよね。防御力とかも高めなので、このまま頑張って使っていきたいと思います。そしたらイクトとの勝負に勝った。最高のコンディションに仕上げたはずなのに、1440円、ありがとうございます。そしたらどうしようかな。待って、そこで歩き回ってるピカチュウがいると思ったら、ピカチュウじゃない、ピカチュウじゃないぞこの子。こんにちは、あなたはポケモンごっこですか。どう、ピカチュウそっくりでしょ。私今あなたピカチュウだと思いました。結構可愛いな。ポケモンごっこのハルトが勝負を仕掛けてきた。ピカチュウ使うんじゃない。ポケモンごっこのハルトはピカチュウを繰り出した。待って、この辺ピカチュウ出るの欲しいんだけど。行っておいで、ジメレオン、まずいぞ。これ相手が電気タイプなので効果抜群食らっちゃいそうですけど、はい、ジメレオン水の波動、ここは打っていくしかない。半分いければいいんですけど、一発全然関係なかった。はい、なんとかピカチュウ倒しました。レドームシはレベル18。レドームシ早く進化しないかな。ピカー完全になりきっていますね。720円、ありがとうございます。この辺ピカチュウ出るの、いなそうだけど、なんだなんだ、ラクライか、ラクライいらない、もうラクライいらないよ。でもゲットしてないよね確か、ラクライって。じゃあ一応捕まえるか。はい、野生のラクライが現れた。こいつゲットしていきましょう。レベルは14か。水鉄砲だったらやられないと思うので、水鉄砲撃っていきましょう。はい、ドッカン、これでやられないで、もうやられるんかい。そんな弱かったっけ。
まあまあまあ、じゃあ次で会った時はハタクにしましょう。ピカチュウいない？いそうなんだけどな。なんかびっくりしてるのはあるんですけど、おっとあれは？待って、バケッチャじゃない？ネストボールを、手に入れた。バケッチャがいる。バケッチャ欲しい。バケッチャ、オッケー。私バケッチャめっちゃ好き。これ超可愛くないですか？草ゴーストタイプのポケモンで、あの XY からのポケモンなんですけど、めっちゃ可愛いよねバケッチャ。デザイン大好き。メスか、そう私メスが良かった。ゴーストタイプなのでノーマルタイプのハタクは効かないんですけど、水の波動も今一つなんだよな。でも今一つだからこそこれは結構食らわないんじゃないでしょうか。オッケーオッケーオッケー、もう一発いけるな。バケッチャは驚かす。あー驚かされました。でバケッチャってね、実はサイズがあるんですよ。あの小さい普通、大きい特大っていう4サイズがあって、サイズによって素早さとか防御の数値が変わっ、あやばいぞ待て、混乱の自傷ダメージであなたやられないでよ。ここはい混乱、やばいやばいやばい、待てやら、危ねえ。とりあえずやられはしませんでした。モンスターボールでバケッチャ捕まえていきましょう。そう、4つのね大きさがあるポケモンなんですよね。これがちょっとどの大きさかパッと見じゃ分かりませんが、3回揺れて OK。 あの見た目が変わるわけじゃないんですよね。大きさがほんと変わるだけなので、経験値をもらった、誰もレベルは上がらない。とりあえずバケッチャ入手しました。説明読んでいきましょう。あ、普通のサイズですね、書いてますね。この世でさまよう魂はバケッチャの体の中に入れられてあの世へ旅立つ。怖い説明文ですよね。ゴーストタイプのポケモンはこういう説明文で結構怖いので私は好きなんですが、ワンパチは持ってるな。力の粉2個手に入れました。と、あと、おっとなんだ、あ、ガラルニアスだ。こいつは捕まえたい。すんごいで、トトロみたい。なんかトトロだよね見た目が。はい、じゃあジメレオンで、やっていきましょう。相手のレベルが14、水鉄砲やられちゃいそうだな。ここはハタクでいきましょう。ジメレオンのハタク、ドッカン。うわ全然食らわん。これ水、お、今一つ、待てよ待て、ノーマルが今一つってことはなんだ、タイプが全然読めないぞこいつ。鋼が入ってる、鋼が入ってるっぽくない？え、うっそ、鋼タイプなことある？この見た目で。あのね普通の、あー待て、そんな食らう？わかんない、その配分がわかんない。待って、ガラルニアス欲しい。ガラルニアス、もう一回チャンスちょうだい。待って待って待って、その辺にいない？ガラルニアスちゃん、その辺にいませんか？いないかな？もう一回チャンスちょうだい、ガラルニアス。その辺にいない？あ、いた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 。ガラルニアス捕まえていきましょう。オス、あ、でもこれはオスでもメスでもどっちでもいいな。ニャース見た目すごいな。そう、普通のニャースがノーマルタイプで、アローラニャースがアクタイプなんですけど、オスか。ここ水鉄砲いけるか？いやなんか15レビだからいけそう。ここ打ちましょう。耐えてよ。耐えて、本当に。ニャスさん、耐えてください。とたた、オッケー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 。そしたら、ひっかく、もう一回、はたくいけそうだな。いや、やめよう、やめよう、やめよう。ここはモンスターボール投げていきます。お願い。ガラルニアス捕まえたいんです。お願いします。ガラルニアスを捕まえさせてください。3回揺れて、カチッとカチッとカチッと、オッケー。なんとか捕まえました。いや、ニャース、こんなデザインになるんだ、ガラルでは。はい、またレベルが上がりましたね。ワンパチとフォックスライのレベルが上がりました。フォックスライもういらないな。ニャースに変える？ニャースのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。あ、やっぱり鋼タイプだ。戦闘的な海洋民族と暮らすうちに鍛えられ、体のあちこちが国鉄に進化した。かっこよ。じゃあこいつ手持ちに加えましょう。多分フォックスライがもう進化しないので、こいつを置いていきたいと思います。はい、ニャースを手持ちに加えてフォックスライをボックスへ送ります。そしたら、あ、待って、あそこの道具を拾いたい。ここの道具を拾って清めのお札。これはあれですね、あの戦闘のポケモンに持たせると、あの野生のポケモンと出会いにくくなるという道具なんですが、待って、他にポケモンいない？ピカチュウがこの辺にいる気がするんだけどな。バケッチャと、いないですね。じゃあ進みましょうか。ここからさらに進んで、お、ディグダがいましたよ。捕まえますか、ディグダさん。あれ、引っ込んじゃったんですが、いました。こいつ捕まえていきましょう。ディグダは前回のサンムーンだとアローラの姿があったんですけど、今回ガラルの姿はなさそうですね。まあ、ニャースがいただけてびっくりなんですが、待てよ、レベル17。さすがに水鉄砲じゃやられちゃいそうなので、ここはハタクでいきたいと思います。ハタクでどれくらい食らうんでしょうか。はい、微妙だな。微妙ですね。はい、相手のディグダは鳴き声。まあまあまあ、これは攻撃力が下がるだけなんですけど、攻撃力が下がったからもう一回ハタク打っても耐えそうな気はするんですけど、やめておきましょう。ここはモンスターボール投げたいと思います。さすがに捕まるっしょ。さすがに捕まると思いたいんですが、はい、1回揺れて、2回揺れて、お願いします。はい、3回揺れて、カチッと、OK。なんとかディグダ捕まえました。ちょっとポケモン捕まえすぎてかな、MK さん。
MK さん、ポケモン捕まえるのめちゃくちゃ好きなんですけど、ストーリー早く進めてって感じですか。まあまあまあ、私がやりたいようにやるのが一番なんですけどね。ディグダが通った後の大地は程よく耕されて最高の畑になる。なんだ、ガラルではそうやって言い伝えられているんでしょうか。そしたらここにあのイーブイのポケモンごっこがいますね。かわいい。野生のポケモンごっこが現れたと自分で言っちゃうの。待て、かわいいな。ちょっと待って、あ、めっちゃかわいい、めっちゃかわいいじゃん。ポケモンごっこのヒマリが勝負を仕掛けてきた。女の子か、イーブイが、わー、かわいいな、おい。女の子、お、なんだ、え、なにこれ、初めて見たんですけど、なにこのポケモン、なんだ、なに、ホイップクリーム、マホミル、マホミル、よくわかんない、何タイプだこれ、ノーマルフェアリーかな、フェアリーっぽい気もする。とりあえずまあこれはあの野生じゃないので倒すしかないですね。何そのポケモン、使うトレーナーも可愛いし使うポケモンも可愛いんですけど。あー、行っちゃった。それは私にどこで出るか教えて。はい、経験値をもらった。ジメレオンはレベル23に上がりました。青ガラスは20に上がりました。ポケモン5個のヒマリとの勝負に勝った。あれれ、もう終わりなの。私としてはもうちょっと遊んでいたいところなんですけど、さよなら。この辺に、あ、なんかモンスターボールがありま、やばばばばばば、あんまり、ここで野生のポケモンと戦っている暇はありません。銀の粉、これは持たせると虫タイプの威力が上がるんですね。何かキラキラしていますよ。これは何ですか？力の根っこ。なんかこの辺薬草落ちてる率高いですね。ピカチュウなんかいそうだけどね、いないね。のシンボルエンカウントじゃなくて普通のエンカウントだったらいるんでしょうか。うんと、おっと、なんだ、ウールー待っておくれよ、グメメーグメメーって鳴くんだっけ、ウールーって。ウールーを追いかけているということはホップでしょうかって思ったら違った。ウールーは MK にぶつかり止まった。誰ですかあなたは。あ、野郎だ、野郎さんはあなたですよね。あのポケモンの体当たりを食らって大丈夫ですかね。一応大丈夫です。おや、君はもしかしてジムチャレンジャーですよね。そうですよ、あなたと戦いたいんですけど。やっぱりそうですよね、開会式でお見かけしましたよ。やっぱり可愛いから目立っちゃうんですね。僕は野郎と言います。草タイプのポケモンで戦うジムリーダーなんです。まずいぞ。私水タイプなんですけど、チャンピオンが推薦したというジムチャレンジャーの実力、ジムスタジアムで確かめますね。ジムならこの道路を抜けてもうちょい先ですから。わかりました、じゃあ後で向かいましょう。ほら、ジムに帰ろうな、ジムチャレンジャーが待っているぞ、グメメ。かわいいな、ウール。831、なんだ、背番号にも意味があるような気がするんですけど、とりあえず今パッとはわかりま、野菜か、野菜だ、あいつの背番号。よーし、じゃあ今回はこれくらいにしておきますか。じゃあ次回はここの道路を抜けてジムチャレンジやっていきましょう。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。